ちは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です、やっほー。ちょっと今頭の中で今めっちゃ予定を組み立ててたんですけど、あ、意味わかんないってなって頭パーですあれ、ちょっと今意味わからん。iPad のもうベロベロだ。あれ1時間勘違いしてる。書かないとわからん。そしてアップルペンシルじゃないけど、もう寿命、新しいの頼んだんでいいんですけど、寿命です。ダメだ、書けない。そう、メイクをしていきます今から。ただその前に私の今の頭の中をちょっと紙に書いて整理したくて、やっぱこいつか。ちょっとペンを持ってくる方がめんどくさく、ボサ髪ですね今。まあいいや、とりあえずメイクできるところまでやります。今は充電をしています。もしかしたら充電がないんじゃないかと思って、とりあえず充電をしました。ということで、とりあえずメイクをしていきます。配信開始と同時にお昼休憩終わり泣いちゃう。すいません、音でか。すぐ取れちゃうな。なんかさ、これを始めてから顔がシュッとした気がするんだけど、気のせい？まだ始めて5日ぐらいだけど。まだ5日ぐらいしか経ってないけど、モルガンさんハートありがとうございます。イバジュンさんハートありがとうございます。
はパナソニック。でも変な方向に唇こうやって動くの、ほらこれ私動かしてるわけじゃない、自分で勝手に動くんです。もろいでしょ。本当はこれパックしながらやってるんですけど、最近さすがに配信でパックしながらできない。私いろんな本当すっぴん見せたりとか、いろんな日常見せたりか、美顔器寄ったりとか、いろんな日常見せてるけど、パックとか髪の毛濡れてドライヤーとかはまだみんなに見せてない。私この長さでドライヤーすると30分ぐらいかかるからね、本当に。ハピオまだみたいな配信になっちゃうから、でこの鼻にこのピラピラ入った、痛くない、くすぐったくて。めっちゃ気持ちいいです。全然これだとすぐ取れちゃうよ。あ、取れちゃった。やっぱりいや、こっちだよね。あれ、はまんないのはなんで？あ、こっちだ。間違えてた。上だ。
蓋が閉まらなくて。すごい、ウィンクしてる。ここすごい、見て。ピクピク。なんかでも筋肉動いてるって気持ちになってね、気持ちいいんです、すごい。こんにちは。もちろんね、ちょっといい値段はしましたけど、頑張った自分へのご褒美みたいな感じで、はい、大事ですから、生きていく上で頑張った自分へのご褒美っていうのは。基本的に私自身が物欲がない人間なので、なんか食べたいとかは、食欲はすごいんですけど、物欲はないので、でも今欲しいものはある。この間ファンの方にもらったこれ、このスポンジ使ってみようと思って、ここに昨
なんか変なスプレーになっちゃったスプレーを日焼け止め&トーンアップ下地みたいなやつです。この直線的にしか出なくなったスプレーを、あ、もう直線的にも出ない、嘘でしょ、あ、縦、あ、なんかスプレー感出てきたよ急に、なんで急にスプレーになってきた。昨日何だったのじゃあ昨日めっちゃ直線的にしか出なくてもう無理じゃんこれって、いやこれは振っちゃダメなの、振らないでくださいって書いてある、昨日振ったからかな、昨日ね、あ、間違えて振っちゃったって思ったんですよね。そう、こういうスプレーって振りたくなる、でもそれが今日で治るのかな、昨日の今日で、振らないやつみたいです。よし、昨日ねスポンジ洗ったの、メイクスポンジで今乾かしてるところだから今日はこのスポンジを使ってます。ピがどうなったかについてはウィバースで書いたのでウィバース見てね。いい感じにツヤテカじゃない？昨日より細くなった、ありがとうありがとう、嬉しい、変わってないと思う昨日と比べると。でも確かに昨日夜遅くにすっごいご飯食べたくなったけど我慢して寝た、それかも、いつもは食べちゃうの、でも今日は昨日の夜は我慢して寝ました。もちろん夜ご飯は食べましたよ、夜ご飯を食べた上で深夜になんか食べたくなっちゃって、そう、でもダメ、夜ご飯食べたでしょ自分って言い聞かせて寝たの。
しかしたらそれが良かったのか、それともこの首元が開いてるからかも、うん、今日メイクのり丸今日のメイクのり丸、あとね今日からねこれを使い始めます。ゆきりんさんのユーピンクのハイライト、ハイライト、なんていうんでしたっけ、ここシャドウ影を使います。前は一回使ったんですよ、なんかの時ゆきりんさんのコンサートか卒業コンサートかなの時に確か一回使ったんですけど、そっからもうそろそろ私のシャドウ早くなくしたいなって思ってるシャドウがあって、それを先にずっと使ってたんですけど、なんか最近いろんなツイッターとかで回ってくるところの中にこのゆきりんさんのこのハイライトとシャドウがめっちゃいいってめっちゃいろんなところに出てきて、そう、私は今持ってるものの中で一番いいものを使いたいって思ってる女なので、そう、新しく買ってるわけじゃないよ、これはもともと持ってたから、だからこそ今持ってる中でこれが一番いいんだったらこれを使いたいっていう女だから使ってます。しかもコンパクト、めっちゃいい。でローズシャドウブラシ、これ取ろう、このテープ、ユーピンクかけるユーピンク、次ペンが、ブラシもユーピンク使った、ちょっと今後はね新しく届くアップルペンちゃんは大切に使い、いやこれも大切に使ってたんだけど、ある日突然なんか反応が悪くなったんですよね。そう、ショック、大切に使いたいと思います。ハイライトと
シェーディング入れる順番間違えたね。この粉終わってからだったね。うちまあいっか。別になんか大事な撮影とかじゃないし完全に間違えたけど、まあいいや。今日はチークもユーピンクにしたいと思います。ユーピンクデイ。でもね、ユーピンクのチークむずいんだよね。このさ、こういうチークだからさ、練りチークっていうんですか、なんていうの、むずいのよ。むずい、うん、私には難易度が高いそう、眉毛もね、パッケージはめっちゃユーピンクっぽいんですけどね、違うんですよ。え、今日めっちゃ2択で迷ってて、今みんなご飯をちょっと、私のご飯をちょっと一緒に迷ってもらっていいですか今日、昨日めっちゃラーメンつけ麺を食べたくて、ラーメンかつけ麺どっちでもいいみたいな、なんか麺を食べたいみたいな気持ちになって、でも今日の朝起きた時にふと、わ、なんか牛タン食べたいなみたいな気持ちになっちゃったのよ。そう、でも今考えると、昨日私絶対に明日つけ麺食べるって言ってたなと思って、そう、うわどうしようってなってる。ゆたパパさん、くまありがとうございます。めっちゃ迷ってるの。やめよう。今日こっちのシャドウ使わない。あ、でも使うけど使わない。みんなは何を食べたいですか？でもみんなラーメン大好きだよね。みんな好きなのラーメンですよね。あ、
眉毛やんの忘れた。あんまりファンの方から牛タンって聞かないイメージ。ラーメンって言ってもつけ麺です。今すごい迷ってるんですよ。とりあえず朝から迷うことじゃないんだけどさ、でも朝から迷ってんの。いや、ダブルでは食べれない。多分うちのお腹が無理。うん。あ、ミスった。下地塗るの忘れた。ダブルっていうのは昼と夜で分けるってことだよね、きっと。そう、それはちょっと無理。お腹が多分いっぱいすぎて一日どっちか。でもつけ麺は明日もチャンスありそう。つけ麺チャンス。ないかな。うわ、ないかな。明日でも公演か。公園の前につけ麺は無理だな気持ち悪くなっちゃう、さすがに。このラーメン屋好きっていうラーメン屋も別にないかも、うち。でも行きたいラーメン屋はいっぱいある。
行きたいラーメン屋、この間ウィバースでみんなに紹介したラーメン屋。ちょっとうるさくなるよ。うるさくなるからミュートにしたから静かになったよバカ？バカなのかな？そう、もともとは予定終わってからご飯食べようと思ってたんだけど、私が1時間勘違いしていたおかげで、もしかしたらご飯食べてから予定でも行けるかもってなり始めてきたんですよね。そう、ちょっとこの出かける準備の状況にもよるんだけど、そうなの。でもそうなってくると牛タンなんですよね。今欲してるのは。そう、昨日つけ麺食べるねってみんなに言ったから、そう迷ってます。今日はもう顔ユーピンクだ。マスカラも今日はユーピンクだけで行こうと思ってる。一人映画全然いける。私この間行ってきた、あの配給、全然いけちゃう。てか多分メンバーは基本的に一人丸々いける人多いと思う。なんかもちろんメンバーとご飯行ったりするのもすごいいいんだけど、やっぱり結局こう全くもう朝から晩まで一緒にいるメンバーっていないじゃん、毎日みたいな。そうなってくると、じゃあ例えば急遽この時間からこのお仕事からこのお仕事に行くまでの現場でなんか時間できたなって時に、あ、お昼ご飯の時間だなみたいな、お昼食べたいなってなった時に、そう結局一人で行くんじゃないですか。っていうことが、それこそ最近ね、こう行かない旅とかナレーション、いろんなあの DX のナレーションとかさせていただいたりで、同じ日にねこう他のお仕事が入ったりとかっていうことも多くて、そういう時とかによく一人まるまる行きます。全然行ける。ラーメンも行ける、オムライス屋さんも行ける、映画も行ける。だってなるちゃんとか一人かき氷でしょ、あれほとんど。わかんない、マネージャーさんと言ってるかもしんないけど、だってすごい月、え、週なんかすっごい行ってるみたいな聞いた。週5週7は違うか、
そう、週4とかでかき氷行ってるって聞いて、私年2ぐらいで行ったけど年2ぐらいでいい、かき氷。だからすごいなと思って、その集団をさ一緒に誰かとさかき氷行ってたらすごいじゃん。その人も、その人ももうゴーラーの一人じゃないですか、もう完全に。だからね、よし完成。一人焼肉も行けますよ全然。なんかちょっとこの雰囲気なんかおしゃれ。一人でちゃんこ鍋に行こうとはまだ思ったことないです。ちゃんこ鍋食べたこと、まずちゃんこ鍋食べたことないかも。ちょ、もう前髪これでいこうかなセットするのめんどくさくなっちゃった。いけるし普通に。リップ塗ればちょっと一旦適当リップだけど、あ、適当リップつけすぎた。出ちゃうよね。なんかおしゃれな女子。うん。まあでもうち前髪ある方が可愛いんだよね。それは知ってる。それは知ってんだけど。綺麗なお姉さん、え、24に見える？ギャルみたい。自分的にはちょっと別にあんま好きじゃないこの感じ。でももう前髪をセットするのがめんどくさいっていうその理由だけで。
大人っぽい、ありがとう。大人なんだ大人なんだ、ありがとうふざ中身橋本春奈いいね。これなんかおしゃれなドリンクに見えるでしょ。グリーンだから普通普通でした。スポンジ乾いたかな。これ洗うやつ、これ捨てて、これこの中、眉毛も片付けるのめんどくさいからこの中入れてこう。さあということで、あ、全然今日だけです。あの前髪のセットがめんどくさくてこうなってるだけです。すいません。はい、これは今。多分メイク変わってないしね。あ、いつもよりピンクは少ないかも。そう、ステージのハルピョンよりピンクは少ない。私服だからなるべくそうピンク抑えめって感じでメイクしてるけど、この自分好きじゃないんで。好きじゃないけど楽したいみたいな日、今日今日そういう日、うち似合ってる、ありがとう。でも髪がキシキシなの。何食べようかね。結局ウィバースに乗っけます。何食べたよって、ウィバースかメールかどっちかで。インスタ上げてみて。インスタ撮ってくれる人がいないから私服全然いつも私服上げない。
でもさ、すごくない？ゆきりんさんのさ、下地、あのユーピンクのさ、まつげ下地だけでこんなすごいことできるんだよ。束感。嬉しい。こうしたら子供っぽい？マツパしてないです。もうずっとしてない。最後行ったのいつだろう。って感じ。まあそんな感じです。こっちが出てるからこっちを耳かけしよう。でもそうすると前髪がバレるんですよ。こうしようかな。顔的にはでも多分こっちを出した方がより大人っぽい。かけなくてもいいか。なんかやっぱ前髪欲しい。まあいいや、めんどくさいんでいいです。今日は、ということで、それではそろそろ配信終わります。この後ご飯を何食べたのか、ぜひ Weverse をメールでご覧ください。それではありがとうございました。またの夜やるんで、またのご来店をお待ちしております。ありがとう、またね、頑張って、ありがとう、頑張ろう、またね、バイバーイ、ありがとう。